マイクロドライプリンタは、アルプス電機が独自開発し、自社ブランドで発売した、個人用プリンター。当初、ミクロドライプロセス方式プリンタと称したが、現在では、ミクロドライプリンタと称して発売されていた。マイクロドライは、アルプス電機が、電子応用機械器具及びその部品、紙類、文房具、インジン用、インクリボン、アイロンの熱を利用してなる、 転写用シートで商標登録しているが別分野でクラレが商標登録している最新機種の MD-55002010 年5月末日で販売終了であることがアナウンスされ販売終了した最大の特徴は熱ヘッドであるマイクロドスヘッドと呼ばれる1ドットあたり直径約40マイクロメートルの 円形シリコン単結晶熱ヘッドを用いたもので、インクジェットプリンターと比べて解像度で大きく劣ると言われていた。それまでの熱転写プリンターの欠点を大きく改善したものである。またこの方式は、顔料系のドライインクを用いるため、インクジェットプリンターの欠点である、インク滲みが原理的に発生せず、耐水性や耐、 光性にも優れ、また印刷用紙を選ばず、メタリックインクや白色インクといった特色印刷や消化型熱溶融印刷が可能という特徴がある。またインクジェット方式のようなノズルつまりが原理的に生じないことや、印刷中にインクが切れた際、インクカセットを交換し、印刷を続行できることも特徴である。 特に特色印刷の機能を有する点は、その独特の発色と、相まって、オフセット印刷に近い品質が得られるとして、商業印刷のカラーカンプ作成用に徴用される理由にもなっている。アルプス電機自身も、ホームページ上で、アルプスマイクロドライプリンタは、プロのデザイナーによって支えられてきました。それは、色再現性が評価されたためです。と述べている。 MD-5500 商品概要またインクの特質を活かし、マイクロドライプリンタを用いて模型用のデカールやインスタントレタリングを作成することが可能であると知られている。欠点としては、カラー印刷時は用紙を往復させて一式ずつインクを乗せていく方式であるため、カラー印刷で印字速度が遅いこと、また、色ずれや、 用紙の質によっては用紙を往復させる過程でトラブルを生じる場合があることインクリボンに跡が残るためセキュリティ上の問題があること写真印刷などではプリントにリボン跡が出ることインクジェットプリンターと比べてランニングコストが高いことが挙げられる最初の製品である MD-2000 は1995年6月に発売されたがこれは カラー印刷 600-600dpi、モノクロ印刷 600-1200dpi という解像度を持ち10万円を切る価格設定とともに驚きを持って迎えられた。モノクロ印刷の解像度は縦方向のスムージング処理によって得られたものだが交渉性能として 1000dpi 以上の解像度を得たのはパーソナルプリンターとしては MD-2000 が 世界初であったと言われている。当初からアイロンプリントの機能を有しており、アイロンプリント用のキットが存在したほか、アイロンプリント用インクで OHP 用フィルムに印刷することもできた。また熱転写方式という構造を生かし、プリントごっこのマスター製版をすることもでき、ドライバで色分解してフルカラー製版を行える機能もあった。 またこうした機能に対応し、シートフィーダーブを水平に倒し、原稿を手差しとすることも可能であった。また、アルプス電気独自の企画である、ラベカフリー対応のシートを用いたラベル印刷も、アルプス電気オリジナルのユーティリティソフト、プリントスタジオによって可能であった。外装のインダストリアルデザインは米国イデオ社による、もので、後の製品もイデオ社が担当した。 MD-2000、2010 MD、2300、23 4000では線形を基調とした特徴的なデザインであったが、MD-1000 からはキュービックなデザインに変更され、現在に至っている。MD-5000 シリーズでは、iMac カラーをあしらったものもあった。その後、オプションにより消化型熱溶融印刷も可能になったほか、カラー印刷でのスムージングや、 横方向のスムージングができるように改良され、またインクジェットプリンターのようなバリアブルドット技術が開発され、VD フォトプリンターに発展、解像度も 2400dpi 相当に引き上げられた。カラー印刷は、クマックの4色グラビア印刷が基本で、同時セットできるカセットも4本であったが、VD フォトプリンターでは7本を同時セットできるようになっている。 またこれまで、道理、用途に応じて使用するインクの組み合わせを変えることができる。また、VD フォトプリンターでは、メタリック印刷が発展し、金箔押しの印刷も可能になっている。過去には、スキャプリと称した、イメージスキャナ内蔵の複合機も存在した。フラットベッド型ではなく、ファックスなどのように原稿を送り込む、ドラムスキャナー方式で、 MD-4000 などがこれに当たる。スキャプリは、アルプス電気の登録商標である。また MD-2000、2010、2300、23 4000では、DOS、V 用の J 型、マッキントッシュ用の S 型があり、J 型は、パラレル接続の A ソシ PRGL プリンター、S 型は、スカジー接続の RGL プリンターであった。 MD-1000、1300、1500、MD-5000 シリーズでは J 型を基本とし、マッキントッシュではアダプターを介してスカジー接続する方法に改められ、1999年10月発売の MD-5500 では、やはりそれまでアダプターを介して行われていた USB 接続が標準となった。 店頭販売からは2000年12月に撤退、ネット直販で MD-5500 が販売されていたが、2010年5月末で販売を終了している。修理対応は2015年5月31日、サプライ品の販売は2016年5月31日をもって終了した。このほか 株式会社基元の製品にマイクロドライプリンタの技術が供与されている。またマイクロドライプリンタで開発された技術は、アルプス電機が電子部品の一つとして製造、供給しているプリンター装置に生かされ、ワープロのプリンターやキャノンなど他社で発売しているデジタルカメラ写真印刷用の消化型熱、転写プリンターの心臓部に用いられている。プリンタドライバは、 Windows 7では 32bit 版のみの対応となっている。ありがとうございます。